プラットホーム、奥に、駅舎2番線ホーム地下通路の壁側、玉造温泉旧駅舎玉造温泉駅は、島根県松江市玉湯町湯町にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅。事務官コードは十四万七百三十六。山陰地方の屈指の温泉どころ玉造温泉への玄関口の駅であるため、特急列車が、朝や日中を中心に、役も、や、 スーパー松風やスーパー沖は一部が停車するが、寝台特急のサンライズ出雲は通過する。臨時停車等を除く。島式一面二線のホームを持つ地上駅で松江方炭線、出雲四方伏線の行き違い可能駅でもある。駅舎は線路北側にあり、ホームへは地下道で連絡している。上りホームは駅舎に隣接しているが、ホームは駅舎より高い位置にあり。 かさ上げされていない上、線路と改札がフェンスで仕切られているため、改札口から直接ホームには行けず、地下道を通らなければならない。松江駅が管理する直営駅であり、駅舎内には窓口、自動券売機が設置されている。かつては緑の窓口もあったが廃止された。以前は売店があったものの撤退し、自動販売機が設置されて、ベンチが増設された。 2021年6月30日までは JR 西日本与那号メンテックによる業務委託駅であった。現役者は1935年建築の木造一部鉄骨平屋建て。1988年に大規模改修を実施した後、2012年に再度大規模な改修を行い屋根は玉造温泉内の玉作湯神社をイメージした青緑色の後半武器となり、 駅舎の隣に公衆便所を設置し、同年9月26日に完成式を行った。2018年度の1日平均乗車人員は321人である。2004年度は279人、1994年度は333人、1984年度は286人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。 旧玉湯町の中心部であり旧玉湯町役場の松江市役所玉湯市所に近い位置にある。駅名の由来である玉り温泉は東駅から南に約2キロメートル離れた場所にある。駅前の道路を約2 0 0ル歩いた坂下の交差点に市場タバス玉り温泉駅入口バス停がある。市場タバス広報資料、プレスリリースなど一時資料統計資料。 ありがとうございます。